エバードリームラジオトーク。こんにちは、エバードリームの美里です。こんにちは、エバードリームのひとみです。この番組ではエバードリームのメンバーである私たち2人が楽曲や活動などエバードリームに関するエピソードをとことんトークし尽くしちゃおうという番組です。はい、エバードリームのことだけではなく、私たちのプライベートや普段日常で起こったあんな出来事やこんな出来事など様々なことを話していくのでお楽しみに。はい、今回はですね、私たちエバードリームのエンドレスラビリンスがオープニング主題歌になっている六道の女たちについてトークしていきたいと思います。まあまず、六道の女たちにはですね、私たちも声優として出演させていただいておりますよね。いや、この作品最高なんですよ。もう激アツなの。そうだね。そう、いや、なんか六道っていう、こうちょっとね、最初はこういじめられてて、ちょっと弱々しいのかなって思う主人公がこう成長していく、なんかね、王道少年漫画ストーリーなんだけど、その手段が悪女に好かれるっていう手段を使うんですよ、ね、なんか特殊能力としてね、その悪女に好かれるっていう能力を持っちゃうんですけど、どうやってこれここから成長していくのみたいなさ、ね、興味もワクワクするしさ。確かにその非日常的な、あの設定ではあるんだけど、その六道くんが成長していったり、なんか友情とか絆とかはリアルな感情っていうのが、本当すごく面白くて、ね、なんか生きてる生き生きとした六道くんのなんか感情の動き方とかが、もう読んでてこっちまで熱くなるっていうか、ちょっと私も頑張るか、ね、みたいな気持ちに、ね、そうなる作品なんだよ ね。なんかすごくもうガーって一気に読みたくなるような、すごい素敵な作品だなって思っていて、特に私たちが出演させていただいてるところもあるので、まあ、お互いが演じたキャラクターについてもちょっと話していけたらなと思うんですけれども、そうね、いや、私が演じさせていただいた椿ちゃんっていう役なんですけど、椿ちゃんはですね、飯沼春也っていうこう六道のことをいじめてた筆頭の男の子がいて、その子の彼女なんですよ。そう、もう太ももが魅力的。いいね、ここは大事。彼女の役っていうのもなんかいいね。ね、いいよね。そうで、ちゃんと多分悪女なんですよね、ちゃんと悪い顔してるのよ、漫画とかアニメでも。だけど可愛いところがやっぱちゃんとあって、ちょっとツンデレ属性なのかなみたいな瞬間とかあったりとか。確かに、なんかさ、他の悪女たちをさ、ガチのさ、結構喧嘩とかもしたりとかするけど、ね、なんか椿ちゃんの悪女はさ、なんていうのかな、なんかちょっと親近感も湧くような、そうだね、ちょっとところがあるよね。なんかもう女の子って感じ、全然等身大の女の子って感じがすごくする、から、なんかその辺とかも割と、なんだろう、共感できるところもありつつ、確かに。だってあと毒も、でしょ、だからなんか可愛い、おしゃれだしさ、そう、おしゃれ、可愛いよね、すっごい可愛いの。なんかそのあのビジュアルもそうだし、中身もちゃんと可愛い子で、すごいね、なんだろう、なんか表立って戦うとかじゃないけど、みんなをサポートするようないいねキャラクターなのかなって思いつつ、あとあの飯沼春也と、なんかあの二人が尊い、私はすごく尊い、好き、いいよね、いいんだよね、あの雰囲気ね。うわ、そこもちょっと注目していきたいね、してほしいです。はい、じゃあ私が演じているキャラクターはつゆくさみずえちゃんという女の子なんですけど、まあ、その椿とか、さまざま他のランナとか、悪女とはちょっとまた別の、サイドから攻めているというか、なんかね、悪女ではないです。そうですね、みずえちゃんはなんかもう唯一、そう、この作品の女の子で、多分唯一優等生、真面目な、ある意味ではちょっと普通な女の子なのかなっていうところがあって、まあクラスの、学級委員長なんですけれども、みんな悪女じゃん、で多分六道くんだけはちょっと悪じゃないっていうので安心してたのに、六道くんがどんどん悪女に好かれていって、そっちの方に行くのをちょっと、えぇーみたいな。そっちだったの、六道くんみたいなちょっとところもあったりとか、ツッコミっていうか、皆さんが、見てくださる目線とちょっと近いところで、なんか悪に怯えたりとかする、ちょっと可愛らしい
もう女の子、ほんとそれこそ椿もだけど等身大な女の子、そうだね、っていうところがあるので、うんうんうん、なんかでも面白い、なんかコミカルに、なんかああみたいな怯えてたりとかして、唯一の普通だから、うんうんうん、なんかすっごい浮くんですよ、逆に際立つみたいなね、普通なのに浮くところが面白い、うん、面白いよね、なんか水江ちゃんの目線になって物語見るのってものすごいありだと思う、確かに、ね、面白いと思います、そうそうそう、うん、言いたいこと言ってくれたみたいな確かにね、なったりする、うん、そう、なんか怯えちゃって石になっちゃったりとかして、ね、そういうなんかちょっと面白いコミカルなところもあるので、うん、ちょっと水江ちゃんのね、うんうん、ところも注目していただけたらななんて思います、はい、でまあね、もうすごい素敵な作品なんですけど、うん、なんかこのキャラクター大好きとかある？私はね、もう推しがいるんですよ。え、誰？犬間春也。やっぱり？やっぱり、いや、あの、わかんない、これは椿をやらせていただいてるから、うんうんうん、やっぱり犬間春也が素敵に見えるのかわかんないけど、うんうん、最初はあの結構ね、いじめっ子だったんですよ、うんうんうん、でもこう六道の実は真の強い部分とか、うんうん、しっかり見ていく中でこうだんだんと相棒のような存在になってくるっていう、ちゃんと人を見れる人なんだなっていう、なんかこう見かけだけで人を判断しない人なんだな、うん、キャー、春也くん素敵ってなじゃあ椿とちょっと近い心なのかな、そうなのかな、うん、だと嬉しいなと思うけど、うん、やっぱり春也はこうちゃんと芯を持ってて、うんうん、とってもかっこいいと思う、助けるっていうところもあるし、なるほどね、うん、いやすごく好きです、みんな素敵なんだよね、でもやっぱ六道くんのことはすごい気になるなっていうのは、あ、そうなんだ、やっぱ思うし、うんうん、なんていうの、あの六道くんは同期のね、佐藤源くんが演じてて、うんうん、そう、その同期っていうさ魅力も自分的にはアニメとしてはすごい感じてるし、うんうんうん、そのなんていうの、あんなになんかなんていうのかな、悪じゃなくて、うん、ちょっとヘタレのところがあるからこそのこう顔がぐちゃぐちゃになるまで、うん、なんか仲間とか友情とか絆とかを大事に、こうそこだけでまっすぐ進んでいく姿がすごい胸を打たれるなっていう部分もあったりとか、ねうんうん、でもあと乙姫、あ、もうすごい好きで、私なんかかっこいい、かっこいい女の人が私好きなのね、あ、そうなのね、で、なんかでも今はもう悪じゃなかったりとかするじゃん、うんうん、そういうところとかもすごく好きで、わ、いいよね、ちょっと引っ張ってもらいたいみたいな引っ張ってもらいたいんだ、うん、なりたいとかじゃなくてついてきたい、ついてきたいんだねなっていう、なんかだから乙姫さんもすごい私は気になるキャラクターだなっていう風に思ってます、うん、乙姫かっこいいよね、いやもうみんな素敵なんだよね、いやそう、誰って選べない本当に、いや本当に、なのでね、うん、多分きっとアニメご覧いただいたら、うんうん、ちょっとこの子が気になるなみたいなのを皆様見つけられると思うので、うん、ちょっと私たちのね、椿と水江ちゃんにも注目していただきつつ、うんうん、エンドレスラビリンスもね、うん、たくさん聞いてください、お願いします、ということでこんな私たちですがこれからもよろしくお願いします、そして六道の女たちのオープニングテーマエンドレスラビリンスとドリームスカムトゥルー欲する翼エバードリーム、それぞれデジタルシングルが配信されています、概要欄から各配信サービスへのリンクがありますので、ぜひぜひ聞いてくださいね、チャンネル登録といいねもぜひぜひお願いします、以上エバードリームの美里と瞳がお届けしました、バイバーイ。